私は告白するは、1953年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はモンゴ・メリー・クリフトとアンバクスターなど。強盗殺人を告白された神父が自分に容疑がかかりながらも、戒律によって真犯人を明かすことができずに追い詰められていく姿を描いている。原作はポール・アンセルムの1902年初演のフランスの戯曲。 ナンバーズドゥコンシャンセスカナダケベック氏の経験な神父マイケル・ローガンは、ある夜、教会で働く夫をケラーから強盗殺人を犯したとの国会を聞く。事件を担当するラルー・ケイ氏は、犯行時に犯人が総意をまとっていたことを突き止め、マイケルに疑いがかかる。だが、マイケルはケラーの告白を多言することができない。その上、犯行のあった夜にマイケルが、 国会議員の妻ルースと会っていたことがわかり、警察からの容疑が深まってしまう。ルースは、マイケルの無実を証明するために、夫、検事警視マイケルらの前で、マイケルが生殖を志す、以前の過去の恋を打ち明ける。そして、事件の被害者である、ビレット弁護士が、この過去の恋を材料にして二人を、恐喝し続けていた事実も判明する。 ビレット弁護士が殺害された晩は、その対策を相談するために会っていたのである。マイケルは起訴されたが、確証がないため無罪の判決を受けた。だが民衆は承知せず、マイケルに罵声を浴びせかけた。事件の真実を知るケラーの妻が真相を話そうと、したが、ケラーに拳銃で撃たれ、殺されてしまう。ケラーはホテルへ逃げ込み、ラルー警視は、マイケルらと共にケラーを追った。 マイケルはケラーを説得しようとしたが、逆上したケラーは、自らの罪をラルー警視の前で暴露し、マイケルに拳銃を撃ってきた。ケラーは、ラルー警視の命令によって包囲する警官の銃弾に倒れた。映画冒頭で階段の上の道を横切る人物として登場している。ロッテントマトズによれば、30件の評論の内ち高評価は83%に当たる25件で、 平均点は10点満点中7点となっている。ありがとうございます。